してこのレミリアソルト製作中のレミリアマーズとレミルナと合体することによって機械工もアクレミオになるのよ。そんな機能はいらねえ。じゃあマーズは私が乗ります。裏切り者フラグが立ちましたよ。うわ、あなたたちいたのか。脅かすんじゃないわよ。おっす、ごちそうさまです。どこ行ってたの？お嬢様がさすがに最初の方のボスがそのままじゃ面白くないから無茶して面白おかしくしなさいとおっしゃったので仕込んできました。で、出た。昨夜さんのヒゲ、うぞうむぞうの輩に無茶苦茶してそれを見て笑う下法が。ムキキどうでもいいけど、元門番説明下手だな。すみません、オムラ狙いだとヒットすら生まれないものですよ。こんなタイミングにいいこと言われても。エムさん見てください、ゆっくりのつがいがいますよ。和みますね。どこがっていうか、あいつら食べられるのかしら。悪多そうですよ。生姜とかで煮込めばなんとか。だったら生姜食べるわよ。あ、今度は霊夢さんのゆっくりが。ゆっくりした結果が幻想郷ゆっくり衰退の原因であり、故に宝魔館や永遠帝を増長させた。これは由々しき事態。えらい賢そうなゆっくりですね。ねえ、あれ食べられる？多分無理です。いや、今度はリリーが。もう春なんですね。春ですよ、春です。さっきからのどかすぎるわね。何か殺伐としたものはないのかしら、骸骨とか。まあ、ステージ1相当の場所ですから。ほら見てください、霊夢さん。今度は何？これは珍しい、リリー X ですよ。うん、あ、そう。って何それ、聞いたことないわよ、そんなやつ。我が世の春が来た。何あれ、声でけえ。春告げ星の恩大将ですよ。常に春が来ているので、季節問わず目撃されてますが、目撃例自体は少ないレアの妖精です。そんなに冬が好きか！おのーれ！あ、消えた！何なのよ、もう。ふっ、私としたことが、写真を撮るのを忘れました。そんなことより、ただ単に歩いてるだけでいいの？ノリノリで企画した割にはグダグダね。ネミリアさんですし。失礼ね、デームに天狗。また変なのが喋り出したわね。何ですか、そのキメえやつは。あんたが持ってきたんでしょ、お前が言うな。待たせたわね、電池切れしたり一日ずれたりトラブル続きだったけど、ここからが本番よ。どっちもあんた側の失態だけどね。その分は楽しい楽しいバトルで償ってあげようじゃない。面白そうじゃない、どうせルーミアでしょうけどね。ただのルーミアだと思ったら大間違いよ。来なさい、会場ルーミア。ワクワクしますね。一応警戒しなさいよ。私は取るだけ。なんて役に立たない天狗なのかしら。よく言われます。開き直ってんじゃないわよ。そんなとぼけてる余裕あるのかしら。改良って言われてもね、ごつくなってたり剣持ってたりするのかしら。昼間はずっと寝てて、夜になったら家の中だけで活動し始めるとか。ダメ人間じゃない。まあいざとなったら、でっかい扇風機をぐるぐる回して相手に強力な磁石持たせれば楽勝ですよ。どんな倒し方なのよ。体験してみますか。